ます。あ、かなりね、本当に確かにテーピング。こんにちは、カパパです。今年も残すところね、もう2週間。まあ、あとね、どれぐらい山登れるかなというところなんですけど、実は今回はね、登山の記録でも、まあ、山道具の話でもなくてですね、僕の膝の話です。半年前の動画でね、ご報告したと思うんですが、今年のゴールデンウィーク、ちょっと登りすぎて、痛めちゃった右膝、これをね、診療を受けたり、まあ、リハビリしたりしてですね、7月には、まあ、なんと回復してね、で木曽駒やね、尾瀬沼で、まあ、転泊できるぐらいまで、回復したんですよ。ただね、完治したわけではないので、今まで以上にね、膝に気を使って、登ってました。まあ、そういった事情で、まあ、例年行ってる八ヶ岳とか、あとは北アルプスっていうのは、まあ、今年はね、ほとんど行ってないんですよ。歩けてないんですよ。で、それに伴ってね、SNS でいただいてるコメントとか、まあ、メッセージにも、なんで、カパパ今年は八ヶ岳行かないの?とかね。あとは最近やたら低山が多いですね、とかね。あとはね、この間いただいたんですけどね、山のすすめの巡礼ですか?とかね、言われちゃって。まあ、正直言って山のすすめっていうのは好きだけど、確かにそうだよね、言われてみるとね。あと年齢もね、年齢で9月にね、57になっちゃったんですよ。で、57というと、ますますこう、怪我に対する自然治癒能力がね、弱まってくるんですね。で、だからこそね、2回言っちゃったけど、だからこそ登山っていうのは、まあ、道具に頼るってことがね、大事になってくると思うんですよ。で、そこでね、膝です。もう膝っていうのはね、山登りだけじゃなくてね、まあ、当たり前ですけど、こう、生活していく上でね、もう頻繁に動かすところなんで、なかなかね、安静にして治すってことが難しいと思うんですよ。だから現実的な話、サポーターの世話になってるんですけど、で、今回はですね、その膝を痛めた後でリハビリで使ったりしたサポーターのご紹介です。で、ここでね、ちょっとご注意というか、お話しなくちゃならないのは、あくまでも膝をね、怪我してる場合、負傷してる場合は、必ず病院でね、治療を受けてください。治るまでね、登山は控えた方がいいと思います。はい。で、ここからね、お話しするのは、膝の動きをサポートする目的で装着するサポーターのご紹介です。あくまでもね、治療器具のご紹介ではありません。それではまずね、はい。こちらなんですけど、このサポーターはですね、以前の動画でも、まあ、何回か登場してるんですが、名前がね、ジーモン膝サポーターって言います。ちょうどね、2年前の12月ですね、企業案件の動画でご紹介しましてね、その映像をここら辺に出しておきますけど、この動画はあくまでも膝痛の予防ということで、このジーモンを装着してね、それで裏高を重装した動画なんですよ。で、その後ね、しばらくこのジーモンを使わなかったんですけど、まあ、今年ね、まあ、運悪く膝を痛めてしまったので、こちらがね、めでたく再登場となったんです。で、こちらの画像は、まあ、先日の裏那須に行った時ね、陰極羅っていう尖った山の山頂で撮ったものなんですが、非常にキュートだったんで、このジーモンが役に立ちました。このサポーターの装着方法なんですが、膝のね、お皿に合わせて上から巻いてですね、膝の裏で締め付けるタイプです。はい、このね、膝のお皿に合わせた、まあ、穴が開いてるんですが、この周りにですね、この縦にこうステーが入ってます。それと真ん中にこうパッドが入ってます。まあ、ステーと真ん中のパッドでね、ものすごくこうサポートする力が強いです。肉厚でしっかりできてるんで、例えば転泊装備なんかを担ぐ場合、僕の場合これ一択です。ただ何せね、こんな条文できてますし、こう生地がね、こう分厚いです。この構造がね、しっかりしてる分、こう登山パンツの下にこれを装着すると膝の部分がモコモコして歩きづらいので、あくまでも装着は登山パンツの上からということになります。はい、これがですね、これよく見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、ザムストというブランドのですね、EK3 というバージョンです。家でもサポーターしてるんですよ。普段の生活で装着してるのはこのザムストの EK3 です。人によってはね、サポーターはもう日常生活ではつけない方がいいですよっていう声もあるんですけど、まあ、ただそれはね、程度っていうのは人それぞれだし、生活スタイルも人それぞれだから、まあ、自分の判断でね、巻いた方が楽だと思ったら巻いちゃった方がいいとは思います。そういうことでございましてね、まあ特に僕の場合痛みは感じなくても、日によってね、膝が不安定だなとか、グラグラしたなと感じた時には、このザムストの EK3 を装着してます。
でこのね EK3 はスポーツ向きのサポーターなんですよ。薄い素材でできてます。でしかもね軽いです。で特にね膝の左右のぐらつきを抑えるように設計されているようですね。で蒸れもねほとんど感じないです。で装着方法は、まあ、さっきのGモンとは逆で膝の裏から巻いて、で正面のお皿に合わせて表で締めるタイプです。でこのね膝の裏の部分、ここですね、滑らかでね非常に肌当たりが良い素材です。気持ちいいです。まあ、もちろんねGモンと同じようにこのようにあのフルオープンになりますんで、本当にね付け外しが楽です。で構造もねやっぱりさっきのGモンと一緒で、この両側にこうステーが入ってるんですよ。でこれは一緒なんですが、素材自体が非常に薄いので、このズボンの下にね装着しても OK です。そのズボンのね絞り具合にもよるんですけど、僕が持ってる登山パンツだったらこれを下に履いても OK です。でそれでね今回ご紹介するのは、これなんですよ。まあこれっつってもまだ届いたばっかなんですけど、はい、これが出てきました。ホルザックって読むんだと思うんだけど、ホルザックシリコンサポーター膝用です。今開けて感じたことは、軽いってことですね。軽いです。めちゃくちゃ軽くてね、まあ出してみましょう。なんかねハンカチみたいなこのザムストなんかと比べるともう全然違いますよね。もう、うわ薄っ、なんかバンダナみたい。実はねこのサポーター、僕がね所属してる、まあ、山岳会があるんですけど、まあ、そこの先輩から教えてもらったんですよ。で先輩曰くね、まあ、とにかくね装着してるのが装着してるの忘れるぐらいこう軽いって言うんですよ。まあ、これは間違いなく軽いですね。めちゃくちゃ軽いです。それとねとにかくずれないよって言うんですね。で、まあ、装着感はね、まあ、いずれにせよね、ずれないってところにこう惹かれたんですよ。山登ってると、まあ、どんなサポーターもだん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 こう下にずれてきちゃうね。これずれないよって言うんで、まあ、この人多少オーバーなところあるんで、まあ、多少はずれるでしょうけど、まあ、そういうところちょっと惹かれました。正式名称は、ホルザックシリコンサポーターですね。でとにかく軽いです。さっきね重さ測ったんですよ。そしたら最初に紹介したGモンが 124g で、次に紹介したあのザムストね、これが 89g。 このザムストやっぱ軽いんですよ。でね、このホルザックのシリコンサポーターはなんとね、なんと 31g ですよ。これ最初に紹介したこれGモンあったでしょ、Gモン、これがっちりしたやつですよ。重さがねこれはね4分の1だって。めちゃくちゃ軽いのまあこれが重いんだかこっちが軽いんだかっていうと、まあ多分こっちがめちゃくちゃ軽いんだと思うんだけど、 31g ですこれ。まあちょっとねまだ履く前に言うのもなんですけど、まあサポーターっていうかね、なんていうか、まあどっちかっていうとこういう模様がついてるんで、まあ、感覚的に近いのはねこれテーピングじゃないでしょうかねメーカーの説明ではいわゆるテーピングの構造ですよというふうに書いてあります。ここですね、よく見るとこうハニカムになってますね。蜂の巣構造になってるんで、縦横斜め全方向に伸縮するため、生地にはね締め付け感がなくて、シリコンを塗った部分だけのみねしっかりと固定しますって書いてあります。で生地は吸水速乾性のあるポリエステルで、抗菌防臭もしてあるということですね。はい、ということでございましてね、これからちょっと裏山を歩いてこようと思うんで、まあ、そしたらね皆さんの方にファーストインプレッションをお届けしたいと思います。それでは、はい、おはようございます、カパパです。ここはですねうちの近所、宇都宮森林公園の駐車場です。まあ、新しく買ったサポーターの履き心地、まあ、あとはね、まあ、どんなフィーリングなのか、確認していきたいと思います。はい、これがですね、ご紹介したシリコンで、まあ、テーピングの効果をねここにつけたサポーターです。はい、このマークが、ね、上です。おきつ、あ、かなりね本当に、確かにテーピングしたのと同じぐらい
構しっかり固定されてますね。このシリコンの部分がギュッとバインドされてて気持ちいいです。でもう一ついいポイントは、ここ以外、例えばこういうところね、こういうところ、こういうところはさほど締め付け感がないんで、すごくねテーピングの時の嫌な感じがないですね。必要なとこだけ締め付けられてる感じがしてすごくいいです。一応登山パンツを下ろした状態だと、こんな感じですね。もうほとんど目立たないですね。はい、じゃあこれでいきましょう。はい、ということでございましてね、感想なんですけど、この日はですね、この古賀山から戻ってきて、半日装着したままでいたんですよ、これを。それを踏まえてね、ファーストインプレッション的なものを言うと、もうこのサポーターをつけてるのを忘れてたというのが、正直な感想です。はい、そこでね、いいと思ったポイント、いくつかあるんですけど、まずですね、これ前評判通り、ほとんどずれなかったです。これ僕の場合ね。ですからね、結果としてね、8時間ぐらいこの日はこれをつけてたんですが、ほとんどずれてなかった。でずれるっていうのはどういうことかっていうと、こう下にこう落ちてきちゃうことを、ずれるって言いますけど、そのね下にずれてくっていうのが全くなかったですね。ただね、この日はですね、山頂まで行ったわけじゃないので、急坂の下りとかね、あとは連続した階段の下りっていうのは実際歩いてないんですよ。ですから、こう下にずれる要因も少なかったっていう事実があるんですけど、とりあえず下ずれはなかったということですね。あとね、とにかくね、軽いです。何せね、前も言った通り、これ 31g ですから、この軽さはね、もう伊達じゃなかったということですね。あとね、3番目、これ薄いですね、やっぱり。すっごい薄いです。で、このシリコンの部分も別にそんな盛り上がってるわけじゃないので、この上にね、こうズボン、パンツを履いても全く目立たなかったと、いうのがいいですね。でこれはね、男はいいんだけど、女性の場合はね、やっぱりこう見た目だって当然大事ですから、それは男も大事だけどね、やっぱり目立たないっていうのが一番だと思います。で次4番目ね、意外と大事なのは履きやすいってことなんですよ。でどういう意味で履きやすいかというと、このバッテンマークがついてる方がこれ上なんですけど、ここから足入れるんですが、これはね、かなりこう広がるんですよ。ここはゆるゆるだとね、落ちてきちゃう原因にもなるんだけど、それとは別にね、かなりこれ広がるんで、履きやすいというのがあります。あとやっぱりですね、こう見てね、このお皿を囲むようにシリコンのね、これテーピングのバッテンがありますけど、テーピングの効果をね、やっぱり感じることができます。でちなみにね、一口でよくテーピングって言いますけど、テーピングやった方って非常に少ないと思うんですよ。で僕の場合はね、幸いにしてというかね、ラグビーをずっとやってたもんですから、やっぱり練習中とかね、あとはゲーム試合中は常にこうテーピングのお世話になってたんです。僕もテーピングの講習ってもう何回も何回も行きましたけど、テーピングってそもそも何のためにやるかってことなんですけど、まず一つはですね、怪我の予防です。それと怪我の再発防止、あとは怪我しちゃった時の、応急処置ですね。でそれをですね、テーピングによってですね、関節を補強するというのが、テーピングです。そういう意味でね、今回ね、十分関節の補強にもなったし、怪我の予防にもなったと思います。あとね、次にいまいちなポイント、これ悪いポイントじゃないんだけど、ちょっとな、もうちょっと頑張ってくれればなみたいなポイントなんですけど、これ見た通りね、このサポーターの外側にこうシリコン素材がこうむき出しになってるでしょ。ですのでね、こうやってもこう引っかかるんだけど、やっぱ僕ね、ズボンの中にこれ履いてたもんだから、ちょっと大きめの岩をね、登るときとか、こう、ぐっと突っ張るじゃないですか。
そうした時ね、やっぱズボンの裏にこう引っかかることがありました。で、今回僕が履いてるズボンっていうのは裏肝のトレパンみたいなやつなんで、タイトにできてるやつなんで引っかかりましたけど、まあ、これズボンのね太さによっては気にならないかもしれません。で、次2番目ですね。あのね、膝の固定力に関しては、まあ、前半戦ちょっとご紹介したGモンっていうサポーターと、あとザムスとね、この2つに比べて、まあ、やっぱりねサポート力って一番弱いですね。まあ、これまでサポート力っていうのはこの固定力ですね、関節を固定する力、これ基本構造からして分かってたことなんですけど、できればねシリコンのバインドももうちょっと強力なバインドが欲しかったというのが正直なところです。あとね、これ相性がありますね、履く人との相性。で、どういう相性かっていうと、前に紹介したのジーモンとかザムストと違ってね、装着して後からね増し締めするとかね、あえて緩くつけるとか、その締め付けの調整がこれできないんですよ。もう鼻からこれサイズ決まっちゃってますから、これただ履くだけなんで。そうするとね、よっぽど自分に適したサイズにこれ当たらないとね、もしくはあの試し履きして、やっぱり俺は L よりも LL だなとかね、私はあの M じゃでかいなとか、つまり適したサイズに当たらないと効果がね感じれないと思うんですよ。だから極端な話ね、つけないよりはまあ全然つけてた方がマシだというようなね残念な結果になりかねないんで、ある程度試し履きできるところで買った方がいいとは思います。はい、というわけでございまして、まあ、まとめなんですけど、僕の場合ね、やっぱり天白装備の時とか、あと長距離は歩く、あとアップダウンが大きい、そういう参考の時はこのねちょっと重いけど構造上一番しっかりね支えられるこのGモンをやっぱり装着するかなというふうに思います。ただこれね、パンツの下だとねモコモコでおかしくなっちゃうんで、これパンツの上から履かなくちゃならないんですけど、まあ、見た目がねそういう意味であれですけど、やっぱり固定力が一番強いのはこれかなと。で、このねホルザックのサポーターはね、まあ、すごく軽くて薄くてね、パンツの中に履いても目立たなくていいんだけど、やっぱサポート力がねそんなに強いわけじゃないので、そうですね、使い道とすれば今ね頭に浮かぶのは、大体ね高低差 1000m 程度の、まあ、日帰りの参考とかね、まあ、例えばあの蝶とか赤岳の日帰り参考とか、あとは、まあ、高原とかね高層湿原歩きですね、まあ、イメージはね北八つとか尾瀬とか、まあ、そういうとこですね。あとはねやっぱり近所のウォーキングね、だからね、まあ、一番これがね出番あるのかなというふうに思います。ということでございましてね、今回は膝痛と膝サポーターの話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。カポボでした。